本日は公開セミナー、子どもに対する暴力をなくすために持続可能な開発目標 SDGs ターゲット16.2の達成を目指してにお越しいただき誠にありがとうございます。いじめや虐待、体罰、性暴力などの子どもに対する暴力はここ日本でも毎日のように多くの子どもたちを蝕んでいます。子どもへの暴力は、暴力を受けた子どもたち自身が言うまでもなく、その子どもたちが生きる社会全体の成長や発展を防ぎます。妨げます。こうした問題意識から、国際社会は、子どもに対するあらゆる形態の暴力の根絶を果たすし、国連総会の満場一致で採択した SDGs、持続可能な開発目標の目標の一つに掲げました。本日は子どもに対するあらゆる経済の暴力の根絶に向け、日本政府、国連、そして市民社会の立場で取り組まれている方々をスピーカーにお迎えしております。短い時間ではございますが、皆様と共に子どもへの暴力のために必要なこと、私たち一人一人ができることを考えてまいりたいと思います。それでは初めに、国連を舞台に日本政府の立場でこの問題に取り組んでこられました全国際連合日本政府代表部大使の南博史様よりご挨拶を頂戴いたします。皆さんこんにちは。ただのご紹介をいただきました前国連代表部大使第三大使の南でございます。なんでこのような肩書きで申し上げるかと言いますと、私1週間前にニューヨークから戻ってまいりまして、それで次の事例を待っている状態でございますので、その現在、正式なステータスがないと、で単なる外務省員なんですけれども、その何とか大使であるとか、あるいは何とか課長であるとか、そういう肩書きがないという状態ですので、その前職の名前で言わせていただきます。で私は2012年にリオプラス20がリオで行われた時から SDGs に関与してまいりました。それでご承知の通り SDGs 2030アジェンダは2015年の9月にニューヨークにおいて採択されたわけです。で、ご承知の通り 16.2 ターゲット 16.2 というものがございまして、これは子どもに対する虐待、搾取、取引およびあらゆる形態の暴力および拷問を撲滅するというターゲットです。で、このご承知かとは思いますが、 SDGs というのは17個ゴールがございます。で、その17個のうちですね、最も非常にコントロバーシャルだったのはこのゴール16、平和的な社会というところであります。で、それはなぜかというと、その平和的な社会というと本来 SDGs が目指すべきサステイナブルデベロップメント、持続可能な開発と直接関係ないではないかということで、非常に議論があったわけです。しかしながら、このターゲット16.2についてはそれほど異論がなかった、各国の中で異論がなかったというふうに私は記憶しております。で、それは結局この子どもに対する暴力の廃絶というのは誰も否定できないターゲットであるからだと思っています。で、加えてSDGs の交渉の中でよく言われていたのが、まず第一に SDGs というのは、これは将来世代のためのもの、要するに子どもたち、若い人たちのためのものであるということ、それからSDGs を取り組むにあたっては、それぞれの国、状況が違うんだから、いわゆるクッキーカッタープロシと呼んでいるんですが、その画一的な取り組みはやめようと、これがまさにその、子どもに対する暴力にぴったり当てはまるアプローチ。それから第三に、多骨壺的発想をやめようと、それぞれの役所なり、それぞれのステークホルダーが自分たちの言ってみればやってることを庭だけきれいにしてそれで済ませようというのはおかしい、だから全体的に総合的な取り組みをしようということが言われています。
これもまたこのターゲット 16.2 子どもに対する暴力の排除に非常によく適合するものだと思っています。そういうわけで私はこの、ターゲット 16.2 っていうのはまさに SDGs の、 考え方理念に非常に当てはまるターゲットだと思っています。で、ご承知の通り子どもに対する暴力というのは世界各地各国でいろんな形で存在します。で、ひどい例がご承知の通り6年以上にわたって内戦が続いているシリアで、ここにおいてはその子どもに対する暴力というのは極めて物理的な形で行われています。で、児童兵の問題というのもこれもずっとまた続いております。で、加えてシリアのようなところでですね、難民になってしまうと難民の子どもとしての教育の機会を奪われてしまうわけです。でこれはまた暴力の一つの形態だと思っております。で一方その先進国を見たときにご承知の通りインターネット上の問題であるとかあるいは性的搾取の問題それから学校でのいじめなどなどこれもまたマイクに止まらない。ですからそれぞれの国はそれぞれの状況で子どもに対する暴力というのを抱えているというのが現状だと思っております。日本政府は過去20年近く人間の安全保障ということを主張してきました。この人間の安全保障という考え方もですねこの子どもに対する暴力の廃絶ということに非常によく当てはまると私は思っております。と申しますのは子どもに対する暴力の廃絶ということを考えたときに子ども自身をまず中心に置いてこの子どもたちをどうやって守りまたどうやって能力強化するかこれがまさにポイントだと思います。これこそ人間の安全保障と同じ考え方であり人間を中心に置いてどうやって保護しどうやって能力強化するかこれが非常に重要だと思います。でその上で総合的にいろんな役所であるとかいろんなステークホルダーが協力していくということであると思います。今年の7月17日ニューヨークにおきまして岸田前外務大臣がハイレベルポリティカルフォーラムハイレベル政治フォーラムという場で自発的国家レビューというものに出席されました。その中で多様性と包摂性のある社会の実現に向けた日本の取り組みについてアピールしております。子どもの貧困や暴力への対策それから若年者雇用対策を含めて SDGs 実施方針に盛り込まれた関連施策を総合的かつ強力に実施していくというふうにおっしゃっています。でこのように岸田前外務大臣は非常にはっきりとその子どもに対する暴力ということを明示的におっしゃったということであります。で日本におきましてはご承知の方は多いかと思いますけれども児童相談所が対応した児童虐待相談対応の件数というのは毎年毎年記録更新で増えております。で昨年におきましては12万2578件前年度比前年比 18.7% という状態になっています。また年間50件以上の死亡例があると要するに毎週1人子どもが虐待で死んでいるという非常に残念な状況にございます。もちろん政府としてもそういう状況に対して手をこまねいていることは全くなくいろいろな手段を取っているというふうになっております。具体的に申し上げれば例えば2014年1月には子どもの貧困対策の推進に関する法律が施行されております。また2016年2月には子ども若者育成支援推進大綱が制定されています。で2016年6月には児童福祉法の改正が行われでまた同じ2016年6月には児童虐待防止法の改正がなされております。でさらに本年4月2017年4月においては犯罪対策閣僚会議において児童の性的搾取等に関わる対策の基本計画というものも策定されております。でそのように日本政府もいろいろな形で努力をしてきておりますけれどもしかしながら先ほど申し上げた通りいろいろなステークホルダーその政府だけではなくて民間セクターあるいはシビルソサイティオーガナイゼーションそれから国際機関などなどによる協力した形で、強調した形での取り組みが必要だというふうに考えております。でニューヨーク
ましては、グローバルパートナーシップ to end violence against children というパートナーシップができています。これは国際機関、ユニセフが中心になっておりますけれども、国際機関、それからいろいろな国、民間 NGO などが集まってこの問題に取り組むためのパートナーシップで、非常に新しい試みだと考えています。で、現在13カ国のいわゆるパスファインダーカントリーという国がこのパートナーシップに名を連ね、協力をしているところでございます。で、その13カ国というのはスウェーデンであったり、インドネシア、タンザニア、あるいはウガンダ、ジャマイカ、フィリピンといったようなさまざまな国が入っています。で、今日はその、グローバルパートナーシップの事務局長でいらっしゃるスーザン・ビッセルさんのお話を聞かせていただくとともに、また日本側からは、子どもの権利委員会の委員でいらっしゃる大谷美彦先生、それからワールドビジョンジャパンの柴田さん、でその3人からお話を聞かせていただくことになっております。でそれぞれの方々はそれぞれの立場におきまして、この問題に長らく取り組んできておられます。非常に有益な話が聞けるというふうに私は期待しているところでございます。皆さんご承知の通り、日本では昔から子どもは国の宝といいます。でそのような扱いを子どもたちは受けるべきであると思います。でそれは日本だけではなく、世界いずれの国においても絶対そのようになるべきだと思います。いかなる子どもも取り残されてはいけないと思っております。以上です。ありがとうございました。南様ありがとうございました。続きまして、 SDGs にも位置づけられた子どもに対するあらゆる形態の暴力の根絶を実現するために、各国政府や国連機関、学識経験者、市民社会、企業、団体、そして若者や子どもたち自身と協働し、政策や施策を進めていくために、2016年に作られた子どもに対する暴力撤廃のためのグローバルパートナーシップと呼ばれるプラットフォームの事務局長をされているスーザン・ビッセルさんより、暴力にさらされる子どもたち、その現実と暴力をなくすための取り組みと題して基調講演をいただきます。それではビッセルさん、お願いいたします。Good afternoon, everyone. Thank you very much for inviting me to be here. I actually just flew in last night, so forgive me if I'm just a little bit slow, but I think the translators will appreciate that. You will have seen a slide that we just jumped over very quickly. That's a little video of the partnership, and you can find it on our website. Do watch it, because Liam Neeson's in it. So,let me set the stage a little bit in terms of the situation globally with respect to children and violence. The Centers for Disease Control published a paper in 2016, so recent data. As you can see here, it's basically one in two children around the world experienced some form of violence in the prior year. This is everything from abuse,to exploitation, neglect, trafficking, child labor, female genital mutilation and cutting, child marriage, and bullying or online sexual violence. And as Ambassador Minami said, there is no country in the world that isn't somehow affected by this phenomenon. So just to give you a few more statistics,up to 1 million, that's the statistic that breaks it down, so you'll see that the 1 billion boys and girls were between the ages of 2 and 17, and they experienced physical, sexual, or psychological violence. And one in four children around the world suffers physical abuse. One in four girls and one in 13 boys suffer sexual abuse.You have the paper, I hope there's some technical language here, but a meta-analysis of global data, so a big sort of review of all of the data that exists,
finds that self-reported child sexual abuse is 30 times higher than physical abuse, 75 times higher than official reports suggest. And in adolescents, homicide is among the top five causes of death. I'm sorry, I'm going to go off the script for a minute. That piece of information is quite important. There are in particular some countries in Latin America where the gains made in early childhood, so children saved, are actually lost to violence in adolescence. And the final bit of data, one in every four children are living in countries affected by emergencies. So, Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. It's on the foundation of these new goals that the Global Partnership to End Violence Against Children was imagined and now made real. You'll see here in this figure, the highlighted goals are the ones in which, in particular, violence against children is mentioned. In the Millennium Development Goals, there was nothing on the safety and security of children. And you'll see, you just try to show the targets that relate to children's safety, security, and protection. So we'll go to the next slide. So anybody, again, working in this field is now very, very happy because we have a place. And once it's written on paper and people commit to implementation, then we really hope that things can change for children. So this will give you a glimpse of the strategy. We have a very ambitious vision of a world in which every child grows up free from violence. And the mission of the partnership is to make society safer for children and end violence against children everywhere. We deliberately chose the word end violence, not reduce violence or half violence, but to really end it. And you will see our principles are being rights-focused, child-centered, universal. That says gender-sensitive, but it should say gender-responsive. To be inclusive, transparent, evidence-based, and results-oriented. So the three goals of the partnership are, first, to build and sustain political will. The second goal of partnership is the acceleration of action for children. This is our lifeblood of actually doing things. The third goal of the partnership is strengthening collaboration. I'll tell you in a few minutes a few ways that we're intending to do that. So, accelerating action. The second goal of the partnership, at the heart of that goal and this partnership, is a set of evidence-based strategies for violence prevention and response. This is the most exciting thing that's happened in the last 20 years when it comes to protecting children, actually aligning strategies that we all deploy, whether we're UNICEF or Save the Children or a government. These have proven themselves to be effective, and they are now what we're advocating for partners to be implementing. Now, it's actually the World Health Organization, UNICEF, and some other organizations that put this together, and they won't surprise you in Japan because they're really very much things that you have been working on already, but they're put into a package that will eventually have a results framework and some indicators for measurement. So just quickly, by the way, WHO likes to do this to make stuff where the letters mean something. So the first I in INSPIRE is implementation and enforcement of laws. The N is for norms and values, and we know that there are social norms that drive violence against children, also positive norms that protect them. The S is for safe environments. That could be safe schools, safe playgrounds, safe sporting arenas, safe sports clubs. And the P is for parent and caregiver support. This is my personal favorite. In my UNICEF career, I never met a parent who didn't want to do what was best for children. And we've seen around the world that with a little bit of support, be that social protection for impoverished families or support to a parent who is raising a child living with a disability, it can make the difference between safety and violence. And I've learned already since just being here this morning that child poverty is a concern here in Japan. Unsurprisingly, the second I in INSPIRE is income and economic strengthening. I want to just pause for a minute and just say there's no direct correlation. There's a relationship between poverty and violence, but you don't have to be poor to experience violence. So there's an association, but it's not a
under that correlation. The R is for response and support services. This is primarily for children who have experienced violence. And finally, the E is for education and life skills. So this is a package of evidence-based strategies that we're advocating for implementation of in the Global Partnership to End Violence Against Children. So our sort of calling card, if you will, with this partnership is country engagement. Countries and governments are tasked with implementing these new sustainable development goals in partnership, but primarily it is at country level that we're intending to support the acceleration of action. And this is what we mean by country ownership. The new sustainable development goals recognize that the model for development has shifted, and importantly, it's not the global north looking at the global south, but it's national governments taking action and allocating resources where they have and where possible, allocating, bringing new resources to the table at a domestic level. And also, as Ambassador Minami said, there's not a cookie cutter approach. All of this is adjusted to a country's context, its culture, its size, its wealth, and whatever problems it has in terms of violence against children. And the country engagement really, you mentioned this already as well, but it's multi-sectoral, multi-agency, multi-stakeholder. It's really trying to get governments and other partners out of siloed approaches and really sit around a table and put together coordinated plans to be implemented. And I'll make that really simple. It's education, it's health, it's justice, it's social welfare, and planning and finance. It's multi-sectoral in that regard. This is, can't see that diagram very well, but it's just basically showing the various, sort of strengthening the collaboration and leadership, evidence and data piece, developing national roadmaps. And this is what you're seeing up here is what we were discussing with the government of Japan here this morning and the reason I'm here. And this is what Ambassador Minami referred to as our pathfinders. What you'll see here is the first 13. So pathfinders are early adopters of Agenda 2030 and early adopters of the End Violence Strategy, and where at the highest level of government there is commitment to take action to keep children safe and secure. So you'll see here quite a mix of countries, cultures, languages, economic. This gives you a sense of the geographic diversity of these pathfinding countries so far. And these are ongoing discussions with these governments. And from this slide, just to say that there is financial support to the partnership from the UK, from Switzerland. Those are primary government funders at the moment. We also have some secondments from agencies. The partnership has an associated trust fund. The government of the UK provided an initial grant of £40 million to that trust fund. And the fund is associated with the goal of accelerating action in the partnership. So we want all the money to be used to make things happen for children on the ground. And the fund has three windows. The first is for programs for addressing online sexual violence. The second setting of the fund is where is in the everyday lives of children in their families, their communities, and their schools. And the third window of the fund is to address the violence that children experience as they escape conflict and crisis. There is a diagram of what I just said. We won't repeat that. Just to give you a sense that it's not a bunch of mavericks in New York making things up and getting people to do them, this partnership is very well governed. So it has a board made up of government ministers, foundations, civil society CEOs, and the private sector. And that board is chaired by UNICEF's executive director and the Tanzanian Minister of Health. So here's where we are. We launched, as Ambassador Minami said, we launched a year ago at the UN with the Secretary General and to a full house, I must say. We have two regional bodies associated with the partnership, one in South Asia and one in Africa. You'll see at the far right corner on the bottom, we have 80 members in a working group with that INSPIRE package
turning it into guidance that will be readily understood by partners. And with respect to the fund, we released our first tranche of funding to 15 recipients covering 64 countries. So, this is the exciting part. In the end violence strategy, we propose that every 2 years we will have a solution summit. The Prime Minister of Sweden, Sweden being our first pathfinding country, has offered to host the summit in Stockholm in February of next year. I actually came here from Stockholm where we had a working day on the summit, and in a side discussion, Her Majesty the Queen of Sweden learned that I was coming here and was very encouraging of Japan becoming a pathfinding country, not least with a view to coming to Stockholm to highlight some of the important work that Japan is doing in the protection of children. And that the whole purpose of this partnership really is to focus on success, to focus on strategies that work, and to prevent the violence that children experience in their everyday lives. So there's our website. Please take a look. Look at it now, because in about 3 weeks it's going to be completely different. Thank you very much for being here today, and I do hope Japan joins in on the violence and that we get a chance to work together. Thank you. リッセルさん、ありがとうございました。さて、これは日本国内でこの問題に取り組んでこられている市民社会を代表するお立場で、お二人からご報告をいただきます。はじめに長年弁護士として子どもの権利問題に関わってこられ、現在日本人初の国連子ども権利委員会委員として活躍されている大谷美紀子様より報告をいただきます。大谷様、お願いいたします。皆さん、こんにちは。スーザンさんは昨日ストックホルムからお聞きになって社員証をお疲れだと思うんですけども、私は実は今朝4時まで起きていまして、で、何をしていたかといいますと、まあ、もうこの問題にすでに関心を持って今日お集まりになってくださった方に、まあ、もう一度この話を一体何を伝えようかということで、非常に考えておりまして、それで4時までかかって今日話したいことをまとめておりました。で、大変短い告知期間であったにもかかわらず、今日お集まりになってくださいました方々に御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。で、もうすでに皆に対してお話になったことですが、日本でも虐待の問題がの件数が増えていることが報じられています。日本にはさまざまな形の子どもに対する暴力の問題があります。家庭での虐待やネグレクト、また近年子どもが家庭内でドメスティックバイオレンスを見たり聞いたりすること、そのこと自体が子どもに対する虐待であるということについて認識が広がってきています。虐待による子どもの死亡という痛ましい事件の報道も後を絶ちません。いじめによる自殺、学校や家庭での体罰、性的虐待、児童回収や児童ポルノ、子どもが人身取引の被害に遭う場合もあります。これらは全て国際社会では子どもに対する暴力であり、子どもの人権問題であるとして議論され、取り組みが進められています。しかし日本では個々の問題を、まあ、社会問題としてこれまで取り上げてくることがありましたが、必ずしも子どもに対する暴力という言葉で語られることがありませんでした。また子どもの人権問題であるという認識、視点も十分ではないように思います。このように私が言いますと、なぜわざわざ暴力という言葉を使う必要があるのかと思われるかもしれません。しかし私は2つの理由から、日本で起きているこれらのさまざまな個別の問題について、これを子どもに対する暴力と明確に位置づけ、子どもの人権問題として総合的に取り組む必要があると考えています。一つ目の理由は、子どもに対する暴力をなくすことは平和で非暴力な社会を築くために不可欠な大前提だからです。暴力のない平和な社会、世界を実現しようと思うならば、まず最も弱い立場にある子どもに対する暴力を根絶する必要があります。国連が持続可能な開発目標 SDGs16 に
平和で包摂的、全ての人を包み込む、取り残さない、そういう目標を掲げ、そういう社会という目標を掲げて、そのために達成すべきターゲットの2番目、 16.2 ですね。これに子どもに対するあらゆる形態の暴力をなくす、先ほどスーザンさんがわざわざ援護なくすという言葉が選ばれていることにお話されましたが、なくすことを定めたのはこのような意味があると思っています。しかし何が子どもに対する暴力なのか、どういう私たちの行動、社会にある問題が子どもに対する暴力になるのかということを私たち自身が自覚していなければ、子どもに対するあらゆる暴力をなくすということはできないと思います。2つ目の理由は、子どもに対する暴力は国連を中心に国際社会が取り組む重要な課題であり、日本もこの国際的な取り組みに積極的に参加すべきだと思うからです。国連は1945年に創設され、1948年に世界人権宣言を採択しました。でその後これまでに数々の国際人権条約を採択してきました。でこの中には、今日集まりの中の方には人権について、国際人権法を勉強してくださっている方もたくさんいらっしゃると思いますが、実は数ある国際人権条約、国連が作った国際人権条約の中でも、暴力そのものを直接人権問題として捉えて条約に規定したのは、この1989年、これがリンセルでも作られたんですね、1989年に採択されたこの子どもの権利条約、これが初めてなんです。そしてこの条約に加盟した国が条約を国内できちんと実施しているかということを監視する役目を担っている子どもの権利委員会は、世界中世界各国から条約の履行状況について報告書を受け取って、その審査をしてきました。でその中で、あらゆる国で国家による子どもに対する暴力、それから家庭や学校における子どもに対する暴力が広く存在しているという深刻な事態に気づきます。そこで委員会は子どもに対する暴力の問題を特に取り上げて討議をしてきました。2001年には国連総会に対して、子どもに対する暴力についての研究を行うよう国連総会から事務総長に対して要請してほしいということを勧告します。でこれを受けて国連総会は独立専門家を任命して、約3年間かけて世界中で専門家や NGO、 子ども自身が参加をして、世界的な子どもに対する暴力についての国連研究というものを実施します。2006年にその報告書が国連総会に提出されました。でその報告書の中である勧告がありました。国連総会決議によって、国連事務総長にこの問題、子どもに対する暴力というこの問題についての事務総長の特別代表というポストを作ってほしい、こういう勧告でした。でこれを受けて国連総会は実際そういう決議をします。で2009年9月1日、ちょうど8年前ですが、私が現在委員を務めている子どもの権利委員会の大先輩、元委員で、でまたユニセフの研究機関であるイノチェンティ研究所の所長であったマルタ・サントス・パイスさんがこの事務総長特別代表に就任されました。以来世界中で子どもに対する暴力をなくすために精力的な活動を続けておられます。日本にも何度か来られたことがあります。そして2016年ユニセフが中心となって、本日スーザン・ミッセルさんが来てくださいましたが、子どもに対する暴力撤廃のためのグローバルパートナーシップ、非常に新しい試みだと思います。これが設立されました。でこうした子どもに対する暴力という問題の深刻な実態に国連が目を向けて本格的な取り組みを始めたことによって、その原因あるいは子どもや社会に及ぼす影響、効果的な対策、あるいは貧困やジェンダーなど他の問題との関連等についての研究、統計データの収集、取り組みでの報告などが非常に進んできました。日本におけるさまざまな子どもに対する暴力の問題について、効果的に取り組むためには、こうした国際的な取り組みに私たちも歩調を合わせ、国際的な研究や取り組みの成果を生かしていく必要があります。例えば子どもに対する暴力をなくすための取り組みにおいて、
政策を立てて計画を実施し、その効果を測定する全ての要になるのがデータです。ところがユニセフイノシェンティ研究所が先進国の子どもの幸福度、生活の質を SDGs の10の目標の分野に分けてデータで比較したレポートカード14というのが今年6月に発表されたんですが、そこでは途上国に比べて先進国は子どもに対する暴力のデータが不足しているということが指摘されています。日本も例外ではありません。実際そのレポートカード14では子どもに対する暴力というこの SDGs の目標について日本には国際的に比較可能なデータがないとして順位がつけられませんでした。実際途上国においては国際的な支援協力を受ける中でデータ収集や政策立案計画策定において国際的に進んだ取り組みが取り入れられることがあります。でその反面かえって支援を行っている側の先進国においてこうした国際的に進んだ取り組みが国内の取り組みには必ずしも生かされていない反映されていない場合があるように見受けられます。しかし子どもに対する暴力は途上国先進国を問わず世界中の全ての国で起きています。この問題は世界の全ての国にとっての問題であり国連機関と全ての国市民社会が力を合わせて取り組むべき問題です。その大きなグローバルな取り組みに日本が積極的に参加することによって日本における子どもに対する暴力をなくす取り組みをより効果的に進めることができます。また世界中の子どもに対する暴力をなくすというこの大事なグローバルな取り組みの推進強化に日本が貢献することにもなります。最後にスーザン・ウィステルさんが事務局長を務めるグローバルパートナーシップの活動について私からも一言述べさせていただきたいと思います。子どもに対する暴力の問題については国連でもいろいろな機関が取り組んでいます。子どもの権利委員会、国連総会、ユニセフ、WHO、ILO、他にもあります。それぞれの機関の任務やアプローチは異なります。子どもの権利委員会は一つ一つの国との間で報告書審査という手続きの中でその国に対する勧告という形で子どもに対する暴力をなくすことに取り組んでいます。しかし委員会からの勧告を実際に実現するという場面ではしばしばその国の中で例えばユニセフであったりそれから NGO、そうした人たちがその勧告を実現するというところで重要な役割を果たしています。国連総会やユニセフ専門機関は研究や報告書の中で各国の取り組み事例を紹介することもあります。こうしたさまざまな動きを効果的に連動させ、情報を共有し、効果的に活用していくことが極めて重要です。私はそうした仕組みを提供するものとして、グローバルパートナーシップの役割に大変大きな期待を持っています。そして子どもに対する暴力に関わるさまざまな国連機関や国、NGO、企業など、あらゆる関係者がパートナーとして取り組みを進めていくという、このグローバルパートナーシップのあり方は、国内においても良いモデルとなります。国内においても子どもに対する暴力のさまざまな形について個々の問題ごとに政府も自治体も NGO もこれまでバラバラに取り組んできているからです。国内でも子どもに対する暴力という問題に関わる政府の関係府省 NGO 研究者法律医療社会福祉児童心理などの専門職企業それから地方自治体、若者、子ども、こうした全ての関係者が情報や意見の交換を行い、子どもに対する暴力という枠組みの中にこれまでの取り組みを位置づけていくことによって個々の問題についての取り組みを超えたより総合的、包括的な取り組み、予算の投入、社会におけるこの問題についての認知度の向上、国際的な取り組みとの連携等を効果的に進めることができるものと確信しております。ご清聴ありがとうございました。大谷様ありがとうございました。続いて大谷様とともにこの度のウィッセルさんの来日に尽力されました本日のイベント開催にご協力いただいております団体
し、ワールドビジョンジャパンの柴田典子様よりご報告いただきます。柴田様お願いいたします。ご紹介いただきましてありがとうございます。ワールドビジョンジャパンの柴田と申します。今司会の方からお話しいただきましたように、私今日ワールドビジョンジャパンのものとしてこちらでお話しさせていただきますけれども、私どもワールドビジョンジャパンだけでなく、今日の、協力団体として、一緒に活動しております、エースさん、そして、エースさん、皆さんご存知のように児童労働に特化して活動していらっしゃいますけれども、エースさん、そして、子どもの権利の実現のために活動されている、セーブ・ザ・チルドレンさん、そして代表の方々が非常にご著名で、本当に人権のために、活動されているヒューマン・ライツ・ナウさん、そしてヒューマン・ライツ・ウォッチさん、そのような皆様とこれまで一緒に活動させていただいております。で、私どもこういったその市民社会 NGO がこの子どもに対する暴力に対してどのような活動をしてきたかということを、ご説明させていただきます。私の方からは市民社会の活動について話をさせていただくんですけれども、お手元のスライドの中でですね、子どもに対する暴力とかエンド・バイオレンス・アゲンスト・チルドレンのことをちょっと長いので、日本語でも英語でも長いので、略して EBAC として書かせていただいておりますのでご了承ください。早速ですけれども、私ども市民社会による活動、特にその中で、アドボカシー、子どもに対する暴力をなくすアドボカシーについてお話をさせていただきたいと思っております。そして具体的な事例を SDGs と関連して、政策提言書、キャンペーン、そして、についてご説明させていただいた後にですね、最後に EVAC 実現のために一人一人ができることについてご紹介したいと思います。ではまずアドボカシーについて、アドボカシーという言葉がだいぶ最近名前がこう社会にも出てきたかなと思うんですけれども、ちょっと簡単に、具体的にどういうものなのかというのを最初にご説明したいと思います。アドボカシーなんですけれども、ワールドビジョンの定義によりますとですね、一人一人が問題について知り、その原因について声を上げ、そして、解決のためにできることを訴えていくこと、この働きを通じて政策を変え、不公正な社会を変えていくというふうに定義をしております。で、具体的なその、子どもに対する暴力の事例でちょっと簡単にご説明させていただきたいんですけれども、よくアドボカシーの説明をするときに、この問題のキー、プロブレムキーというのを使うんですが、例えば私ども NGO は現場に出て、子どもたちが健やかに、生活できるように、いろいろなプロジェクトを行います。で、例えば、児童労働が蔓延しているという状況が、現場で、再現されたとします。で、よく調べてみると、その背景には子どもの権利について、家庭や学校、コミュニティ、政府、いろいろなところでそういった理解が十分でないということが分かります。で、しかしそれをより掘り下げて、調べてみるとですね、例えば、グローバル化の中で価格競争が進んでいて、より安いものを皆さんの、私も含めて求めてしまうということで、なかなか労働に見合った適正な対価が払われないような社会状況になっているというようなことが分かってきます。で、それを踏まえて、こういった根本原因に当たるようなところに対して声を上げるというのがアドボカシーの活動です。ですので、例えば児童労働に対して直接的なその児童労働を削減していくための取り組みをするだけでなく、児童労働に関わっている団体が、例えば日本の消費者に対して適正な価格のチョコレートを買うようにするですとか、そういったその、私たち消費者に対しても訴えていく、そういったような活動がアドボカシーということで、アドボカシーについてざっと、見た後にですね、具体的に、アドボカシーでどういうことをしているのか、子どもに対する暴力を撤廃するためにどういうことをしているのかというのを説明したいんですが、SDGs、もうこれまでお話がいっぱい出ておりまして、皆さんご存知だと思うんですけれども、ポイントとしては、持続可能な開発の目標、
として、ミレニアム開発目標の後継となる目標であり、2030年の達成期限を目指しており、17のゴールと169のターゲットがあり、そして途上国だけでなく先進国も対象になっている、私たち日本も対象になっている、Leave No One Behind、 このあたりがポイントになっております。でこの SDGs をポイントにしてですね、市民社会 NGO が子どもに対する暴力をなくすという目的のためにどういうことをしてきたのかというのを簡単にお伝えしたいと思います。SDGs もゴールができたので、もう今ゴールの達成に向かってみんな努力しているところなんですが、実は冒頭南大使がご説明されたようにですね、リオプラス、プラス20というこの2011年の会議からですね、ずっと長い時間をかけて議論をされてきました。どういう目標を入れるべきか、どういう世界を目指すべきかというところのことで、本当に世界各国でさまざまな議論がされてきたんですけれども、私どももこの、それでですね、 MDGs と異なるところでですね、 SDGs の場合にはこの議論のプロセスの中にさまざまなステークホルダーが関与して、みんなでこの目標を作ってきました。で市民社会もこの議論の過程に参画をさせていただきまして、特にこの緑でですね、お見かけをしてさせていただいた部分では、日本政府と本当に何度にもわたる議論をさせていただきまして、でその当時南大使が日本の政府を代表して、国連でこの議論に参画をされる、統括をされていたんですけれども、市民社会との議論を通じて、市民社会からぜひ、子どもに対する暴力を入れてほしいというような話をさせていただき、南大使もこちらこの、アジェンダに非常にこう思いを持っていらして、そういう思いを現場で、国連の会議の議場で、発表してくださったりということがございました。さまざまなこういった交渉を経てですね、最終的にこのゴールターゲット 16.2 に子どもに対する暴力の削減、というのが入っております。SDGs と関連して、冒頭その、このエースさん、セーブ・ザ・チルドレンさん、ヒューマン・ライツ・ウォッチさん、ヒューマン・ライツ・マーザー、そしてワールド・ビジョンと、大谷先生の方で、今年の1月ぐらいにですね、集まって、ぜひ子どもに対する暴力をなくすために日本で何かやりたいということで、思いを共通して持つ機会がございまして、そこから何度か、集まってですね、女子会という名前で、女性がばかりだったということがあって、女子会という名で集まって、みんなで、ディスカッションを重ねてきました。でその過程でですね、日本政府に対して訴えかけをしていきたいねという話をしていたんですが、時を同じくしてですね、日本政府でも冒頭南大使のお話にもございましたように、安倍首相を本部長とする SDGs 推進本部というのが、設立されておりました。そしてその SDGs 推進本部が日本でSDGs、 特にこの分野について、積極的に取り組んでいきましょうという分野の中に、先ほどお話にもありましたけれども、児童の性的搾取の対策ですとか、児童虐待防止対策、人身取引対策などが含まれていました。でこれを踏まえてですね、先ほどのお話にもありましたけれども、国連の今年の7月にありました、ハイレベル政治フォーラムの場で、ぜひ日本として子どもに対する暴力に対する取り組みを強化するというのをぜひ訴えてほしいということを、NGO で集まって日本政府に対して何度も働きかけをさせていただきましたが、最終的に南大使のお話にもありましたように、岸田元外務大臣が子どもの貧困や暴力への対策を含め、総合的かつ強力に実施するというようなご発言をしてくださっております。今後はですね、私どもとしては、この共同している5団体だけでなく、そしてユニセフさんももちろん共同させていただいておりますけれども、日本政府にぜひこのグローバルパートナーシップと、さらに協力関係を築いていただいてですね、より子どもに対する、暴力撤廃のために総合的かつ目に見える形で、取り組みを強化していただきたいなということで、働
働きかけを続けていきたいと思っております。でですね、政策提言書等の事例について簡単にご紹介しますけれども、これ、出典等をですね、この、スライドのところに書かせていただいておりますので、ぜひ、詳細はこちらの方をリンクの方をご覧ください。2つ提言書の事例を紹介させていただきます。まず1つ目はカウンティングテニスというレポートなんですけれども、セーブ・ザ・チルドレンさん、ワールドビジョンなどと、グローバルパートナーシップ、そしてユニセフさん共同させていただいて、チャイルドファンドさん共同させていただいて出していただいているレポートです。子どもに対する暴力撤廃に対して、ODA でどれぐらいの拠出がされているかという非常にその試験的な分析をしている興味深いレポートですので、ご関心あればぜひご覧ください。そして次はですね、ビジネスセクターが、子どもの暴力撤廃のためにどういったことをしているか、ビジネスセクターも子どもの暴力を撤廃するために非常に重要なパートナーになっております。このセクターで具体的にどういう取り組みがなされているかというケーススタディを紹介しておりますので、ご関心あればぜひご覧いただければと思います。そして、具体的事例としてキャンペーンについてご紹介します。ワールドビジョンではですね、今年の初めから、グローバルキャンペーンを開始しているんですけれども、子どもに対する暴力をなくすということでグローバルキャンペーンをスタートしております。でですね、タイトルが It takes a world to end violence against children ということで、子どもの暴力をなくすためには世界の協力が必要だというタイトルになっています。一人の力、一つの団体の力、一つの政府の力ではなくならない。やはりさまざまな、関係者が協力することでしか、この子どもに対する暴力というのは問題はなくならないということで、このようなタイトルになっております。日本でも来年ですね、スタートできるように今、積極的に準備をしているところです。最後に、この子どもに対する暴力をなくすために何ができるのかということについてご紹介したいと思います。まず1つ目は知ること、今日ここに足を運んでくださった皆様は、子どもに対する暴力どういうことがあるのか、何ができるのかということを関心を持って参加してくださったと思いまして、今回スピーカーのそれぞれからさまざまな角度で、政府からグローバルな観点から、そして国連、そして専門家の観点から、そして市民社会の立場からさまざまなお話をさせていただいておりますけれども、ご関心を持たれたようなポイントがあればですね、ぜひそこについて詳しく調べていただければと思います。私のその半分の資料の中では全て出典等を記載しておりますので、もしご関心のポイントがあったらぜひそこをご参照いただければと思います。そして、知っていただいた後はですね、ぜひそれを周りの方々に伝えてください。ご家族、お友達、同僚、さまざまな方々にぜひこの問題を伝えていただきたいと思います。先ほどのキャンペーンのタイトルにあったように、子どもの暴力に、をなくすためには、もう多くの人々の協力が必要です。で、必要なだけでなく、この子どもに対する暴力というのは必ず、なくすことができます。ということで、この先ほどのスーザンさんのプレゼンテーションの中にも、意図的にエンドなくすという言葉を使ったというふうなご説明がありましたが、ぜひなくすということを目指して、一人一人の方々が、皆さん、周りの方々に伝えていただきたいと思います。ということで、皆さんで、協力をして、ぜひ2030年にはこの子どもに対する暴力というのが世界中からなくなっているように、私も期待して、願って活動しておりますけれども、ぜひ皆さんと協力して、そのような世界が実現できればと思っております。ご清聴ありがとうございました。柴田様、ありがとうございました。ここから質疑応答に移らせていただきます。リッセルさん、大谷様、
柴田様の3名へのご質問をお受けいたします。ご質問のある方はお手を挙げてお知らせください。マイクを持ったものがありますので、誰に対するご質問かをお知らせください。またお差し支えない範囲で結構ですので、ご所属などについてもお知らせください。ユニセフ東京事務所の木村と申します。 I have a question to Susan. On your inspire strategy, particularly about NHOT norms and values, it is a big challenge to influence people's norms and values, and particularly the religious beliefs have a major influence on the people's norms and values. I'm just wondering how you engage with those religious leaders as a partner in this initiative. First of all, we were considering having the faith-based community as a stakeholder in the partnership, but instead considered the faith-based organization civil society. So we then deliberately put on our board the head of the World Council of Churches and Reverend Miyamoto, actually from Arigato International, is also on our board, and the head of the World Council of Churches are both board members to influence the partnership. To really the heart of your point is that faith-based community and faith leadership is incredibly powerful in countries around the world. So harnessing the power of their voice is in fact a very profound part of creating sustained social change. And in fact, we have an opportunity to interact with the church, with the Pope, on the 6th of October in Rome, where we are really trying to get the power of the church by the partnership. But it's every faith organization that we would love to see at the national level and sub-national level engaging. スーザンさんとは森田先生にご質問があります。子どもに対する暴力の中で特にその日本に固有、日本で一番問題性、日本の中 の, その子どもに対する暴力で一番問題性のているものって今、2人はそれぞれどのようにお考えなのかということを聞かせていただけますでしょうか。数ある暴力のさまざまな形態の中で どれが一番というふうには、実はそういう形の答えは持っておりません。といいますのはそれぞれ、数の大小や深刻度とかいろいろ問題の違いがあるからです。ただ今日私のプレゼンの中で申し上げたかったことがちょっと違う形からのお答えになるかもしれないんですが、私はさまざまな、虐待にしてもいろんないじめにしてもそれが暴力というふうに認識されていない、虐待はどちらかというとそれは子どもに対する暴力というとすぐ日本の中でも虐待が出てくるんですが、例えばいじめ、それからそれが物理的ないじめじゃなくて言葉とか心理的なものだったりとか、そういうものがまだまだ日本では暴力という問題であるという認識がない、それから人権問題として認識されていない。子どもが暴力のない家庭、学校、社会で生きていくこと、成長できることって、これは子どもの人権なんですね。だからそういうどれが一番とか重要度っていうよりは、そういう社会としての子どもに対する暴力という認識、子どもの人権問題であるという認識、これは全ての種類の暴力について共通すると思うんですが、そこが私としては一番気になっていて訴えていきたいなというのを思っています。I don't think I can add anything to what a Japanese expert on child's rights would say about Japan, however I will. No, just briefly, what the concern I would have here, but it's not exclusive to Japan, is the unreported violence. And I think it's consistent with what you're saying, the violence that is seen but isn't considered violence.今ね、一難、事務局長をしております、伊藤と申します。本日は私たちも協力させていただいて、このようなイベントができて、本当に嬉しく思っております。先ほどの方のご質問と小谷先生の回答に関連してやはりお二人にお聞きしたいんですけれども、私女性法に対する暴力の問題というのを結構取り組んでおりまして、ここでは女性に対する暴力撤廃宣言、国連撤廃宣言というのがありまして、そこで暴力の定義というのがかなり包括的に、なされていると思うんですが、やはり子どもに対する暴力といってもやはりどうしても、まだ抽象的
でどこまでが暴力かというのを日本で広めていくのがちょっと難しいように感じております。そういった意味でお二人が子どもに対する暴力というのをどのような定義で捉えていらっしゃるのかということを教えていただくことは日本で理解を深めるためにも重要なことではないかと思いますので、ぜひそういったことを教えていただきたいと思いますし、何かちょっと私勉強でわからないですが、女性に対する暴力撤廃宣言のようなですね、広い国連の宣言のようなものがあるのか、もしくは今後作っていくのかみたいなことも教えていただければというふうに思っています。So, not to give you a bureaucratic answer, but we are, for the partnership, relying on WHO's definition of violence against children so that there's no ambiguity. So that is something that Japan's Ministry of Health would recognize for its participation in the World Health Assembly. And in terms of violence against women, it's also very well defined, including WHO definitions.And your question allows me to answer something you didn't ask, but that relates to this. And that is that as countries address violence against children, they should be concurrently addressing violence against women, partly for the issue that Ms. Otani mentioned about domestic violence and witnessing violence, that you really can't address and be successful at sustaining the end of violence against children without also addressing violence against women.子どもに対する暴力などの定義を子どもの権利委員会は、先ほどちょっと話の中で触れたんですが、その問題をずっと取り上げてきていまして、特に一般的意見というものを採択しています。で、一つは、2000年に国家による子どもに対する暴力について、一般的討議のテーマとして、それから2001年には家庭および学校における子どもに対する暴力を、一般的討議といって、Days of General Discussion というんですが、ジュネーブでいろんな関係、国家や NGO、専門家、専門機関が集まって、あるテーマについて、集中的に討議をする、そういう日があるんですが、そのテーマに しました。で、それが先ほどの国連総会の勧告につながるんですが、その後にその一般的意見という国際人権条約について勉強されているとよく出てくるんですが、条約機関がある問題についてあるいはある条文について、その委員会としても正式な見解といいますか解釈を示す、そういう文書がありますが、それを採択しています。それが2006年の体罰について暴力全般ではないですが、それから2011年には子どもからの暴力の保護について、それから2014年には女性差別撤廃委員会と一緒に、有害勧告について、あるいは FGM とか、児童結婚ですね、そういった問題についての一般的意見というものを選択しています。で、その中で定義、鍵括弧で定義というよりは、こういうものが、暴力として、扱われるというような書き方で、これ自体は非常に長い文章なので、私たち その委員会としては、そこに含まれるものが、子どもに対する暴力に含まれるわけですが、それをどうやって、それ自体非常に長い文章なのを広めていくかというのが、またこれ自体一つの課題です。で、そういう意味で言いますと、確かにその暴力、子どもに対する暴力って言ったときにどこまで入るのかがはっきりしないと、なかなかその運動っていうのにも結びつきにくいっていうのは全くその通りで、ただそうは言いながら、いくつか確実に今その子どもに対する暴力として、世界的にある程度これを含めるという一種のコンセンサスがあるのかなと思っていまして、先ほどおっしゃっている WHO、私たちの委員会に、それをツールとして使っていくのがいいのではないかというふうに思っています。逆にですね、私も伊藤さんや皆さんと一緒に女性に対する差別や暴力問題等の活動をしてきている中で、ちょっと一つ感じていることは、先ほどの私の話にもまたちょっと戻るんですが、子どもの権利条約以前に国連で作られた条約には暴力を人権侵害としてはっきり条約の中に書いているわけではないんですね。ですから女性に対する暴力がこれだけ大きな問題なのに、女性差別撤廃条約の中にはそれが言葉として入ってない。で、そうした中で女性に対する
暴力の撤廃についての宣言というものができたり、あるいはそういう条約を作るべきだという声も一部ではあり、今でもそうした議論があります。また女性差別撤廃委員会という、子どもの権利委員会に対応するような女性差別撤廃条約の委員会では、女性に対する差別暴力が女性に対する差別であるということを明らかにしたり、あるいはそれにはどういうカテゴリーのものがあるかということを、具体的に文書で示したりしています。ただ逆に子どもの権利条約の方は暴力からの保護というのが条約の規定にも入っているんですね。で入っていることは素晴らしいことなんですけども、逆にそのために女性に対する暴力の方で見られたような、これは人権問題であると、人権問題として見つけなくちゃいけないという、逆に何かそういう運動のようなものがあまり起きてこなかったというところが一つあるのかな。あるいは女性の場合当事者が声を出せるのに対して、子どもの方は子ども自身がそれを運動していくことができないような、私自身が見ていますと子どもの方は、そういう意味で条約という一つのすごいツールがありながら、今日まで、なかなか大きなうねりになってきてないように感じています。だからこそ今回暴力の定義をどうしていくかっていうのが大事なんですが、 16.2 がエンドバイオレンスというなくすというすごく明確なメッセージを発しているということが、とても強いパワフルな私はツールであり機会だと思っていまして、ここに私たちの今までの取り組みを急行していくことが非常に重要であり、あとたまたまスーザンさんがおっしゃったことで私も全く同じことを感じているんですが、女性に対する暴力をなくすという取り組みをされてきた運動とこれをリンクしていくことによって、女性それから子どもそれから社会全体にとって大きな運動にしていけるし、していかなくちゃいけないというふうに思っています。すいません、長くなりました。 Thank you so much forvery fruitful presentations. I am Otaru Kishimoto, who is studying international relations at the Yokohama City University. I am 21 years old and I think I'm one of the most youngest and ignorant person in this place. And I have one question to all of you.And the question is, how do many actors around the world, such as the United Nations, business circles, and NGOs, civil society, cooperate towards eliminating violence against children? And particularly, how can business industries be involved in this issue?I think that business circles are important to be involved in this issue because the business circles are becoming, are having more and more powerful economic and political might in this 21st international community. So I would like to ask this question to all of you in each.私 の, 子ども権利委員会ではとビジネスセクターが子どもの人権に関して及ぼすビジネスセクターの行動が活動が及ぼす影響ということに関心を持っていまして、さっきお話した一般的意見といういくつかの特定の問題について委員会の考えを示す、そういう文書を2013年に採択しています。で実際各国の履行状況の審査という中で、ビジネスセクターの問題について、政府として国家としてどう扱っているかということを質問の中に含めるようにしています。で私たちが何ができるかということなんですが、一つは、例えば日本でも今ビジネスと人権の行動計画というのを作ろうという動きがあります。そうした時にこの子どもの問題、子どもに対する暴力の問題が落ちないように私たちが働きかけていくこと、今直近の問題としてそれはすぐにできるしやるべき重要な機会かなというのを思っています。ありがとうございます。
さまざまなセクターどうやって協力しているかということなんですけれども、まず一つの事例は、まあ、今回の、このセミナーもそうなんですが、先ほど私のプレゼンテーションの中でも触れさせていただきましたように、やっぱり子どもに対する暴力をなくすためには全てのセクターが協力していくことが必要ということで、例えばこの後もしかしたらスーザンさんの説明の中であるかもしれないんですけれども、スーザンさん そのグローバルパートナーシップの、まあ、理事会ですとか、実施 のための役員会ですかね、には市民社会、NGO の代表が、席を、連ねておりますし、まあ、今回の、まあ、SDGs の中にこう子どもに対する暴力をなくすというターゲットを入れるためにもですね、時にもことを目指して活動している時にも、さまざまな協力をしながら、提言を進めてきました。政府、国際機関等と協力しながら説明をし活動を進めてきました。で、次にそのビジネスセクターがどうやって子どもに対する暴力に、活動を貢献できるかということなんですけど、本当にたくさんできることがあると思います。で、具体的な事例としては今ちょっとそこで大きなお口を開けてらっしゃるエースの近藤さんに一度協力団体なので、もしよろしければビジネスセクターの関わりとかエースさんの現場であられると思うので、もしよかったらご紹介していただけるといいかなと思ったんですけれども、よろしい、急に振っちゃってすいません、よろしいでしょうか。急のご紹介で結構びっくりしました。すみません、私はちょっと出張から帰って見事なので寝不足なもんですから、ちょっと恥ずかしい姿を晒してしまいました。 NPO 法人エースの近藤でございます。私はガーナ の担当しておりますプロジェクトを担当しました。ガーナの、チョコレートの原料となっているカカオ、カカオ生産地の児童労働をなくす、プロジェクトを行って、おります。その担当です。企業との関係で言いますと、日本のチョコレートの会社さん、題名を見ますと、私はいわゆる森永さんの、ダースっていうチョコレートを買って、それが支援になっていると。で、そのダースに、まあ、例えばいわゆるその児童労働のないカカオを作ってもらう、を使ってもらって買ったダース、また、日本のショコラティエさん、そういったところで、私ども支援地で、これもうフェアトレードで児童労働のないカカオを使って買ってもらうということを、していただき、その、売り上げの一部を私どものプロジェクトへの資金源に、させていただいて、現地で先ほど、言っていらっしゃった子どもの、権利というものへの理解を深めるための活動をするとか、あるいはその下にあるその貧困状態を脱するためのいろんな、収入の向上、生活の向上のためのプロジェクトをするとか、そういったふうにして、そしてさらに、自動労働のカカオを生産して、それを買ってもらって、それをまた還元しているという、こういうサイクルを今、作るためのプロジェクトというものを、まあ、微力ながらその最初のモデルケースとしてやっているのが今私どもの、やっていることで、でそれを、こういった流れを通じていろんなどこかして広がっていけば、もしかしたら私ども以外のところでも、また私どもがやっているカカオ以外の産業でも、広がっていくのではないかなというふうに、考えております。どうもありがとうございました。すみません、急に言ってありがとうございます。あと、すみません、市民社会から何回もあれで恐縮なんですが、子どもの権利とビジネス原則という国連 の枠組みがありまして、それを、まあ、日本の中で普及するということで、まあ、ユニセフ協会さんと一緒に作られたセーブ・ザ・チルドレンさんの方も非常に積極的に、そのビジネスセクターがどうやって子どもの、に対する暴力をなくすかという取り組みをされているので、もしよければ堀井さんの方から一言ご事例をお話しいただければと思います。ご紹介にあたりました、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンでアドボカシーを担当しております堀井と申します。柴田さん、ありがとうございます。今ご紹介いただきました、子どもの権利とビジネス原則はですね、ユニセフと、あとグローバルコンパクト、そしてセーブ・ザ・チルドレンが2012年に策定をして、
日本でも2014年に発表しておりますけれども、非常に子どもの権利とビジネスの、児童労働はもちろん一つの重要な分野なんですけれども、このさまざまなビジネスのそのバリューチェーンの中のさまざまな子どもとの関わりの中で、子どもの権利を侵害しない、子どもに対する暴力をなどを起こさない、子どもをきちんと保護していく、子どもの権利を推進するという、そういう非常に包括的な枠組みなんですけれども、こうした枠組みを企業、日本の企業に紹介をしたりですね、あとは その子どもの権利を推進する後押しをするように連携をさせていただきながら後押しをしたり、で最近では子どもに対する、子どもをターゲットとした広告ですとか、マーケティング、これもやはりその子どもを、非常に間接的な形ではありますけれども、やっぱり子どもの、に対する、暴力にもなり得ますので、子どもを傷つけないその、マーケティング広告のあり方というガイドラインを出しました。でこれは私たち NGO 生徒中年だけではなくて、さまざまなそのステークホルダー、研究者もそうですけれども、その企業にも入っていただきまして、あとは弁護士の方ですとか、そうですね、あとは広告 の関係者の方々、やはりこうした非常にマルチなそのステークホルダーが、連携をすることによってですね、やっぱりお互い その強みを生かしたその連携ということで、それぞれ その何でしょう、新しいやっぱり価値観を創造していくというところが非常に重要なんじゃないかと、やはりこの SDGs の時代、このマルチなそのいろんなステークホルダーがやっぱり集まって、それぞれの強みを出して、これまでにない新しい価値をやっぱり創造していく、あるいはその社会規範をやっぱり新しく作っていくというところ、ぜひ皆さんとも一緒にやっていきたいと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、で恐縮なんですけど、特にそのビジネスセクターとの関わりということで、2020年にはオリンピックが日本で行われるかと思うんですけれども、その基準作りの委員をされているヒューマンライツウォッチの土井さんからも、ぜひそういった観点でビジネスセクターが子どもの暴力をなくすために何ができるかというところで、もし事例があればぜひお願いします。ご紹介にあっておりましたヒューマンライツウォッチという国際的な人権団体の日本の代表しております土井と申します。今柴田さんからご指摘ございました通り、東京五輪ですね、組織、東京五輪に、関連して、さまざまな、サービスですとか物ですとか人ですとか、さまざまなものが、五輪と一緒に、供給されていったり一緒に動いていったりするんですけれども、そういった五輪に関連する、全ての、基本的な経済活動は子どもの権利ももちろんですし、女性の権利も障害者の権利も、外国人の権利も、あるいは移住労働者などの権利も、そういった権利を侵害しない形で行うという、それどころかその、そのサプライチェーンまで含めてですね、全て、暴力、差別、そういったものがない形にするというような、決まりですね、が、もうすでに定められております。皆さんもウェブサイトを見ていただけますと、見ていただけるんですけれども、そういった五輪というものを、きっかけに、子どもへの暴力ですとか、その他さまざまな弱者に対する暴力のない、社会を、基本的にはそういった五輪に関わる方々っていうのは、ビジネスセクターが多いわけなんですけれども、そういった方々の行動を変える、良いインセンティブに、していただこうというような、取り組みになっております。ただ単に今後は、そういった決まりはすでにございまして、今さまざまな、まさに会社の方々がどんな決まりになったのかっていうのを勉強するということで、すごく熱意があるんですけれども、ちゃんとやらなければ契約解除されることもあるという、そういった規定になっておりますので、真剣に皆さんお考えですが、今後もし五輪の関連で、子どもに対する暴力差別、弱者に対する、暴力差別が発覚した場合にはですね、そういったものを解決するメカニズムも作られるということで、ぜひ皆様にも、五輪の関係でもですね、こういった、イシューが前に進むきっかけとして注目いただいたり、場合によってはその苦情が何か見つけましたらね、ぜひレポートしていただければなというふうに思います。
最後に伊藤さん、あの子どもに対する特に性的搾取で、あの多分企業さんいろいろできることがあると思うんですけど。はい、時間がありませんので手短時間にお話をしますと、あの児童に対するですね、ポリのオンラインのですね、バイオレンスというのがありますけれども、これをやっぱりなくしていくためにはですね、あのインターネット関係のですね、あの様々な通信会社であるとか、それからあの最終的にそういったものを購入する際にクレジットカードを使うということで、そういったクレジットカードのところでですね、まあ、そういったあの児童を搾取しているものを買うというところにはですね、まあ、自分たちのサービスを提供しないというような運動が盛り上がっていけば、あのかなり変わっていくんじゃないのかなというふうに思っております。で私たちですね、日本の児童ポルノに関する調査報告書を出した後にですね、かなり様々なあのビジネス界の方々が、自発的に動いてくださって、かなりオンラインからあの児童ポルノに当たるとか考えられるものがなくなってきましたので、この取り組みはもっともっと進めていきたいなというふうに思っております。 So just a couple of things. You might have said you're the youngest in the room, but you clearly asked one of the best questions. And this is a shift in the SDGs where the private sector is really seen to have quite a strong role. And it is partly what the private sector can do itself. It's also the fact that an increasing number of countries are moving from low to middle income and middle to high income with an increased capacity in the area of taxation, and we know that it is from taxes that you can get the money you need to run social and other programs. So we, with the partnership, thought we would be brave at the World Economic Forum in January and try to get these issues on the agenda, and thanks to the government of Sweden, Ericsson, the UN Foundation, and some other partners, we had a side event on violence against children at the World Economic Forum. We actually had the head of World Vision with us as well. And what we conclude from that meeting is that banking, ICTs, manufacturing, travel and tourism are probably the lead areas where we can have a big impact together with the private sector in keeping children safe. So I just want to give you two examples of concrete examples. So in Sweden, one of our pathfinding countries, Ericsson is a Swedish company that has on every device, so every computer, every handheld device of its employees everywhere in the world, they have software on those devices to prevent the uploading of child sexual abuse images. A second example would be Mexico, which is also a pathfinding country. At the national launch of the partnership in Mexico City 2 weeks ago, the head of the, in fact, the body above the Chamber of Commerce spoke about how at the state level in Mexico, the local chambers of commerce would join the coordinating group of the pathfinding country to look at how local business can engage in ending violence against children. Thank you. 時間となりましたので、こちらで質疑応答を終了させていただきます。最後に本セミナーの主催者を代表いたしまして、日本民族協会専務理事の会の委員に一言ご挨拶申し上げます。どうも皆様、長いこと本当にお疲れ様でした。また今日はお忙しい中、この、セミナーにお越しいただきました。本当にありがとうございます。そしてスーザンはじめ、メラミたち、それから小田山先生、それから柴田さん、ありがとうございます。特には私の方から付け加えることはないんですけれども、この子どもの暴力の問題というのはですね、やはりある意味非常に根があって、私どもの心の中にその要因があるというふうに私は理解したんですね。というのはちょっと3年前ですか、もうユニセフのヒルン・インプラインサイトという学習の資格という報告書があるんですけれども、この中でですね、一番衝撃的、私にとって衝撃的だったのは、約3割の大人が子どもに対する体罰は必要と考えている。それからもう一つが、15歳から19歳の女性の約半分がですね、夫が妻をぶつのはやむを得ないと考えている。ここにすごい大きな要因があるんではないかと思うんですね。本当にこの、SDG の 16.2、 これを実現するためにはですね、本当にノーワンレフトビハインド、誰一人として取り残さずにこの子どもに対する暴力をなくすということを2030年までに実現する、このためには
本当に一人一人の心の中をもう一度振り返ってですね、そういったものを良しとする考えがないだろうか、これが本当に大事じゃないかなと思うんですね。で、私どもはそんなに古くはないんですけども、先ほどスーザンの話にあったシルビアを弾いてのお話がありました。実は1996年に同じストックホルムで子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議と、この第1回というのが行われました。でそこに、日本政府も出ました。で自分たちのところが、まあ、ちゃんとやってる、大丈夫だとこう思っていたところがですね、先ほども業界として旅行業界という話が出ましたけれども、日本の、旅行者がですね、東南アジアに行ってはいわゆる子ども回収を行っているではないか、こういった話が、そこで指摘をされて非常にびっくりしたということがあって、実は、実際に話を聞いてみると、日本は決してその中でしっかりと、世界に、胸を張れるような状況ではないということがということで、まあ、そこが実は日本郵政協会が取り組んだアドボカシーのスタートラインなんですね。でいろいろ勉強会をいただき、皆様方のご協力を得て、そして国会の中で、超党派で、議員の方々にお集まりいただいて、まあ、今回総務省の総務大臣になられた野田聖子さんもその一人ですけど、ね、勉強会によって結局1999年に今の児童会社、児童ポルノ等禁止法が、成立した。まあ、これがまず最初の成果としてできたわけですけれども、ただ中身的にはですね、ご承知の通り、いわゆる児童ポルノの単純所持というものが本来禁止されるべきということはみんな頭の中で分かってたんですけれども、世の中の意識はまだそこまで続いてこない。別に誰にも悪いことしてないじゃないかとかですね、あるものはしょうがないかとか、まあ、そういうような、これがまた国際的な協力を阻む非常に大きな壁になったと。要は日本で持っているものは世界中どこからでも今インターネットの世界アクセスできるわけですけども、日本自体がそれを禁止、処罰しない限りそれは世界から消えないわけですよ、ね、ですからそういう意味では世界 の一般的な土地にしっかり合わせてみんながその意識改革をしていくと、これがいかに大事かということです。ですなわち2014年にやっとこの単純所持まで禁止をに、2回の改正を得て持ち込むことができました。まあ、ですから96年から2014年8年かかったわけです。で今から振り返ればもう10年20年近くかかっているわけですけど、そういうような長いプロセスの中ででも軸をぶれずにですね、まさに大谷先生もおっしゃった通り、暴力というのをしっかり定義している国際条約が子どもの権利条約だけだ、私も実は今日も知らなかったんですけど、それをてこにですね、やはり誰から考えても子どもに対して暴力を振るのはいかんだろうというのはやっぱりコンセンサスとして簡単に作れると思うんです。ですからそれをみんなが声を大にして共有していく、そしてそれを行動に移していく、でそれを世の中に訴え、かつ政治にも訴え、そして法律改正に結びつけていく、そしてそれをしっかり、インプリメンテーション、その法執行を見守るという役割がこの市民社会全体に求められていると思うんですね。他にもまだ日本の法律の中でその子どもの暴力に関わるところで児童虐待とか、それから、児童福祉法、そのあたりの問題、それから特に大元になる民法ですね、ここに懲戒とか監護という言葉が未だに残っている、一部改正、私どももお願いして改正されましたけれども、まだコンセプトとしては残っている。ですからこれがそのしつけという名の家庭内暴力、子どもに対する暴力を容認している根拠にもなっているというあたり、このあたりを含めてですね、ぜひしっかり情報を皆さんそれぞれ共有してですね、かつ本当に自分の周りのこと、それから、社会全体のこと、日本のこととしてこれをどう、捉え、かつ配慮していくべきなのか、ぜひ、この今日のこのセミナーの機会にですね、考えていただけたらなというふうに思います。これからも日本郵政協会は市民社会の皆様との手を取り合いながら、子どもの暴力を、
活躍するために取り組んでいきたいと思いますので、ぜひご協力とご支援をいただきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。